こんにちは、です。パープルプレイやっていきます。今回は、オクタビア入りで本赤のエースを大幅更新できたので、皆さんにお届けさせていただきます。よろしくお願いします。ということでですね、PD7 の後半ぐらいですかね、なんとか作ることができました。チームランクもね、一気に上がってきて、UG7 ですね。で、ピッチャーの方結構ガバガバなので、まあもうちょっと上げていけるかなっていうところで、で、野手の方も少しずつやって、もうちょっと上げたいなっていう感じになってます。で、まあサクセスの一番最後にサクッとお見せできているとは思いますが、まあ62の30、92で、まあこんな感じの構成でやってました。で、オクタビアに関しては、まあ、明神入れたり、あとは、テンプレートだと五条先生、入った形が多いかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ここの枠をいろいろこう、皆さんに変更しながらね、サクセスをお届けできればでやってたんですけど、まあ、結構使いやすかったです。新鉄腕にできるのと、やっぱこういうボーナスですね、シナリオこういうボーナスが結構大きいので、まあ、もし、そのハートのオクタビアでなくてもね、通常のオクターとかでもバシッと使えるので、ぜひぜひやってみてくださいっていうところと、全然完璧なサクセスではなかったので、もっともっと伸ばせる範囲がたくさんあったかなっていうところで、皆さんにもね、こう更新余地っていうのは見ていただけるんじゃないかなっていうところで、楽しんでいただければ嬉しいかなっていうふうに思います。それではどうぞ。はい、ということでやっていきましょう。今回初期1000丸引けてます。で、マネキとカロリーバーですね。行きましょうということで、まずは全体見て、闘争から向かっていきます。結構もう自分の中では、このデッキは、ここから回っていくみたいなのが決まっているので、結構反射的にバンバン選んでいきますが、後付けなので、解説しながらね、やっていけたらいいかなっていうふうに思ってます。で、初期の盤面は、まあ、どういうのを意識してるかっていうのは、まあ、やはり、タックができるか、あとは、黄色のネズミができそうなところで重要な闘争ですね。まあ、ここは割と出てきたら意識して、産んでいってるかなっていうところです。あとは、ネズミのボーナスがでかくて、まあ、後々回るだろうなっていうエジプトとか、まあ、その、花丸とかね。なんかそのあたりが出てきたら優先して踏んでいくっていうところですね。まあ、持って待ちのデッキとか使っている、こう、使用感のあるものによって変わると思うので、そのあたりは月々かなという感じではありますね。で、練習の踏み方に関しては、まあ、888で揃えて出航していくっていう感じですね、常に。で、もちろんその10以上積んでいくことができればより経験点を増やしていけるんですけど、正直海賊船が思いっきり出てくるまではそんなに急がなくてもいいかなっていう感じです。まあワンチャンス鉄腕が取れそうな雰囲気がセクション1の頭からあれば、まあそれは狙っていくぐらいの感じですね。で、特殊能力に関しては、まあ、取ったものとリリース、逃げ玉、そしてバント封じぐらいは自家取りしていく感じです。で、他のコツに関しては、まあ、ポイントバランス見ながらっていうところの動きですね。で、まずはエジプトから行きましょう。うん。で、まあ、エジプトで経験点を大量に入れたいっていう動き。まあ、その、黄色をせっかく詰める闘争来てるんで、まあ、こんな感じでガーッと入れてくんですけど、これでもう2000点ぐらい入りましたね。全経験点だけでね。なので、まあ、黄色の高校は、まあ、うまい流れで取れるんだったら、普通に取っていったらいいんじゃないのかなとは思ってます。ここの変化も結構うまいですね。で、前まで皆さんにご紹介していて、まあ、僕も強いなと思ってる、明神のデッキだと、まあ、変化とかそんなにこう、意識して生まなくても大丈夫なんですけど、まあ、オクタビアの方だと、まあ、割かし、変化球、経験点は不足するので、まあ、そこの意識はある程度いるかなっていう感じです。で、これはヌービスが頑張ってタックしてくれましたね。青球速のデッキ、まあ、五条先生とかが入っているものであれば、こことか光ってくれるからいいんですけど、そうじゃない場合はね、結構こう、難しいところもあるので、まあ、ヌービスにお祈りしながらっていうところにはなるのかなって思ってます。変化強。まあ、おそらく赤ですかね。さすがに。どっち行くんだろうな。まあ、もちろん変化踏んで赤踏めればベストなので、今ちょっと迷っている感じですね。でも、形的に多分変化踏んでから赤踏んでもいける方向性なので、変化踏みそうかな。なので、その、荷積みをする形もうある程度頭に入れながら、ああ、じゃあここ踏んだら次、船積みができるかなっていうところまでね、考えながら練習は選択するのが大事かなって思ってます。
で、まあそうするとアスレテイスが若干行きづらいんですが、タックは赤がうまく入ったのと、緑もね、横でうまく入ってくれたので、これは一定正解だったかなっていうところですね。うん、ヌービス。そして、オクタビア、ありがとう。で、しっかりとオクタビアだと、やはりスタミナボーナスが入ってくるので、まあ、ここの恩恵は結構でかいかなというふうには思ってます。で、ルミナから精神もらってます。で、精神もらってるんですけど、ルミナから変化球もらった方がいいです。結構変化の方が圧倒的に不足してくるので、まあ、意識はそっちに置いた方がいいんじゃないのかなっていうところですね。で、ここは花丸向かって、そのまま、逃走に帰る感じの流れですね。で、まあ、1回目に回ったところがこういう形ですぐ出てきてくれると、まあ、いいループができてくるので、まあ、そのあたりは意識してやっていきたいですね。で、経験点が入るところがと振ってます。で、花丸に出航していきましょう。うん、いい形ですね。変化球経験点が上がり、筋力と技術が大量に入ってきましたと。で、イベント関連に関してはただただまあ進めていくだけっていう感じですね。選択肢も特にこう言ったりはしないですね、ほとんど。で、これは8、いや紫かな、多分。結局その青はここ3箇所を踏めて結構柔軟性あるので、まあおそらくですけど紫を踏んでいくんじゃないのかなとは思ってます。まあちょっと迷ってますけど、これ、まあ、方針としてはやっぱりその、まあ、8、8で揃えたいっていうところがあるので、まあ、尖らせてでもっていうところで紫をね、今、ガーッと進めたっていうところですね。で、ここは総取りが走りました。で、練習踏んでいきましょう。赤のタックが来てるんで、これはめちゃくちゃありがたいですね。ついでに荷物も圧縮できたんで、まあ、非常にいいセクイチだったんじゃないでしょうか。海賊船の分の多分、ポイントも大丈夫かなってとこですね。11,265 点出ました。で、ここ赤踏みたいけどもっていう感じの雰囲気ですね。一応、変化系のところが青8で綺麗に詰めるので、まあ、ここはさすがに変化の方行こうかなって感じですね。で、ちょっと、回復を入れておくと。で、結構いい形で、まあいろんなもの詰めるのでどうしようかなっていう感じにはなってるんですけど、まあルートとしては混合でも逃走でも、まあ逃走アスレテースがいいか。逃走アスレテース強。結構いいルートになってますね。まあ往々にしてこういいサクセスできてる時ってやっぱりこう高校の出現がね、いいことが多かったりするので、なんかこのあたりは恵まれていたのかななんていうふうには思いますけど。エジプト行かんよな、さすがに。今後の方行くかもしんないね。結構悩ましいですね。どっち行ってもまあ、正解でも不正解でもないので、まあ難しいところですね。これスタミナ行くかな？もしかして。結構この辺は、月々だとは思いますが、スタミナびっくり出てればね。まあこの振り方だともう出航しそうですけどね。もう一気に技術精神入ってるんで。そうですね。逃走に出航しましたね。で、多分この黄色積んでアスレテースで売却出ない。で、動いているのかなというところですね。うん、強。まあ、結構合同もうまく上げられているので、その分の点数もしっかり入ってきてるかなというところですね。うん、いいんじゃない？アスレテース7。まあ、ちょっと荷積みは何とも言えませんけど。で、こういうなんか8-8で選択肢が出てる時って結構難しくて、まあ、ここの赤のコントロールタックを待てると、まあ最大値ではあるんですけど、まあ、ここは赤の練習が1箇所しかないので、8はちょっと踏んどこうかなーでコントロールでしたね。で、一応差あたりもいたので、まあ無駄にはならないかなっていうところで、踏んでます。で、これ変化いきますね。はい。まあ、このあたりはやっぱり点数取りながら船積みするのが重要ですし、あとはまあ、船積みタックで荷物圧縮して、荷物積みやすい形になってるので、まあ、2回目以降はやっぱ船積みタックガシガシっとやっていきたいなっていうところはありますね。これで出航ですね。うん、ポイントバランスもまあまあ悪くない感じで動けてるんで、
で、アスレテースに行きましょう。赤の売却と黄色の売却うまくできてるんで、まあ、ここはいい形かなというところですね。そして変化球、ここで多分なんで3種類取ってるんだっていうところで、まあ3種類だったらいいんですけど、まあ最悪。まあただ、しっかりとこう、ポイントバランス整うまでは、まあ1球種ずつゆっくり上げた方が、まあ2球種で終わることもあるんで、ここは、まあ慎重にやった方がいいかなっていう感じですね。はい。で、海賊船もしっかりと処理できて内角骨もらって、まあ、やはり黄色の全経験点うまく詰めると、まあ、経験点相当入ってくるので、まあ、ここは、まあ、意識できるんだったらしておきたいですね。これで、精神も2000点ぐらい入ったな、合計。うん。で、合わせもイベント走ってきました。でここは行くところないんで、コントロールの8ですね。で、まあ、初手からこの SG を使うと結構荷積み難しくなったりするので、まあ、あんまりおすすめではないんですけど、まあ、踏むとこないんでシャアなしって感じですね。ここは圧縮紫で、あと緑積めば終わりっていう感じですね。うん。ありがてえ。ラミーは全然間に合わなかったっていうところでしたね。で、モテモテで評価上げておきましょう。大凶軽い玉。そうか、大凶だったんか。運悪いな、こやつ。まあ、軽い玉だったらね、そんなに被害は大きくはないので。で、ここは緑のスタミナタックうまく入ってくれたので、そのまま踏む感じですね。で、まあ、オクタビア入りだと緑3人積む形になるので、まあ、あんましこう緑は意識しなくてもいいかなとは思ってます。で、これで鉄腕ゲットしておきます。で、これ、動くところがもうブレインとバンプになっちゃってるんですよね。で、ブレインの後が逃走来てるんで、まあ、ブレインに戻るんですけど、まあ、ここは正直めちゃくちゃ運がなかったなとは思いますね。正直これ花丸にしっかりと海賊船ついてもらってそっちに動きたかったっていうのが強かったので、まあここがサクセスが結構分かれ道だったかなとは思います。まあ僕自身もね、ちょっと海賊船を回避してでも他行った方がいいんじゃねえかっていう迷いの動きをね今してました。だから難しいですよね、海賊船は。本当になんかこうもうちょっと安定的についてくれるといいんだけどなみたいなところは感じたりしますね。やっぱランダム要素なのかなというふうには思うのでしょうがないんですけど、まあ、割と全然つかなかったりとか、あとは赤の9とかが入ったりしてね、いけねえみたいなことが多かったりするので、なんかその辺がこうもどかしいなーなんていうふうに思います。でもブレインはこれ半分ぐらい賭けでいきました。まあタックなんとか絡んでくれれば、まあ、緑のキャラは多く入れてるので、なんとかなるのかなみたいなことで乗り込んでます。普段というか本来は行かない方がいいですね、ブレインは。やっぱりその、ブレインって荷物が全部 SG 型なので、非常に積みにくいんですよね、荷物を。まあ、タックが来て、次タック来ないと結構積むことが多くて。なんか S2 つ並べたらもう積めないみたいな感じになったりするんで。で、ここで、コントロールで一応2色は積んだんですけど、赤がまあ1箇所しかないのと、まあ、そこでタック発生しないともう無理っていう感じになるんで、結構ここまで 27,449 出てるんですけど、ここから若干詰まります。ここからブレイドおかげで詰まります。タックは発生するんですけど、8の赤がもう詰めないんですよね、普通のやり方じゃ。っていうところで、もうどうしよっかなっていうところで、まあ、一旦ここは踏んで様子見ようと思って様子を見ました。で、様子見て、まあ、闘争が赤1積まないといけないっていうところになってしまっていて、どうすっかなみたいなところになってます。これ闘争いけなかったんじゃないかな。で、ここスタミナ踏んで、ひとまず合同を上げる形にしました。で、あとは、まあ、4。一応赤詰めるので、まあ、4詰まないんだろうな、これ。もう闘争はこれで動けなくなったので、まあ、それだったら上行ってもよかったなっていうところで、ここは結構こう、ブレインに乗り込んだこと自体はもう賭けに出たのでしょうがなかったんですけど、
まあ、ここはもう闘争にこだわらず、ちょっとこう上に行ってもよかったのかななんていうところで、僕も思考が若干停止してますね、ここで。どうしようみたいな。本当に、だから、ブレインはね、ちょっと厳しいですよね。行くことをマジでおすすめできない高校の一つかなという感じでした。ブレインだけね、マジで行っちゃダメだね。本当に爪。まあ、エジプトみたいなリスクあるけど、リターンもでかいみたいな。まあ、ある程度リスクも許容できるぐらいのところだったらいいんですけど、まあ、ブレインはダメですね。ブレインはダメですね。ブレインはマジでやめた方がいいと思います。で、赤のコントロールタックシラスでうまく入ってくれて、これはめちゃくちゃありがたかったと。まあ、ブレインで最悪、鉄腕ぐらいいけたらな、みたいなところはあったんですけど、まあ、それも全然叶わずの、っていうところで、結構難しかったな。ただシラスがここ結構いい形になるんですよね。まあ運がなかった後に幸運が舞い込んでくるじゃないですけど、まあそこでなんとかこう帳尻は合わせられたかななんていう風には思ってます。これもねなかなか強強守備タックのおかげでうまいこと8で全部積んでタックで船積みできたんで、まあここはまあシラスに乗り込んできた割にはまあいい形にできたのかななんていう風に思ってます。で、この後は一応エジプトに帰れるんで紫と赤恩恵受けれるんでね。で、一応青も積めるんで、まあ、ここは青積んじゃってという形にしてます。で、3種類にね彼女ボーナスかけてしっかりと経験点もらっておこうという感じの3段ですね。まあ、こんぐらいの後のセクションでしっかりと88進んでエジプト行けるっていうのは結構でかいんで、経験点的にも。で、バランスもまあまあ悪くない感じで進んできてるんで、本当にこのサクセスはあのブレインだけ悔やまれる感じですね。めちゃくちゃ。もう本当に、こう後ろ髪引かれるというか、まあ王引いてますね。あれだけは。すげえな、これ通過。まあ、コントロール一気に上げちゃいたいんですけど、まあ一応ね、万が一天才覚醒もあるんで、まあ一応待ってる感じですよ。はい。すげえ。これ何点入るんだろう。えぐいなー。とんでもない点入ってましたね。5000点くらい入ってましたね。そして赤のタック、緑のタック両方来てるんで、まあここは、まあ赤が少ないところなんで、まずは赤から入れてきます。うん、そう思うとマジで、あそこ以外は非常にうまく回ってるなっていう印象ありますね。ここ変化いくかな？あ、変化積むかな？それかまあ青でもいいんだけどね、これ。うん、青で尖らしてってもまあ別にどっちでもいいかな感はありますが、ブレイン 9? てか、ブレインもう本当に、これさ、ひでえな。本当に高校選択がとんでもないことになってるわ。だから海賊船のところには帰れなさそうですね。なんかこの辺からもう僕のテンションが若干下がってはいるんですけど、まあ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 一応ここまでなんとか作ってきたしなみたいなところで、呪文ね奮い立たせて今サクセスしてたと思います。今サクセスしてたと思います。結局海賊船難しいですよね。だからこことかも、じゃあコントロール踏んでちょい積みして12積むみたいな選択肢も一応ないことはないんですよね。そしたらブレインに迎えるんでね。なんで赤の9だけはちょっとマジでどうにかなんないかなとは思ってますね。赤の9はダメでしょと思って、赤の9はダメでしょ、マジでそれだけはね許されないわ。赤9だけは許されない。あー強いですね。あーもう積みに行ってますね完全に。で、これ出航が、まあ、この、ごたごたで一回減る形にならざるを得ないかなというふうに思っているので、まあ、経験点的には、ま、非常に順調だったんですけど、まあ、ぶらされた感じはあるなという印象ありますね。これは出航するかな、さすがに。うん、5月1周。もう積みに行ってますね。うん。で、さっさと寝て、で、試合がコンピューターに任せていく感じです。いやー、そう思うとこのサクセスマジでもったいなかったな。全然もう
っといけたかなと。まあ、エース自体は更新してるんですけど、もうちょいいけたかな感はすごく強いですね。で、試合の方は、ここ音で流してるんで、そのままなんですけど、他はもう後付けなんで全部カットしてあるんで、サクサク進みます。結構、こう、ザクッとやると、25分もかかってないぐらいで、サクセス終了できるんで、フリートはそういうとこもいいですね。スタミナ強。これで鉄腕 OK です。112% すごいね。もうここは、フルで積めるだけ積んで、まあ出航しようかなっていう感じになってますね。もう最後の候補なんでね、次が。すげえ。はい、行きましょう。で、新鉄が入ってきました。目的地到着で。で、まあ、揃えられなかったんですけど、それでもやっぱり海賊船と、まあいろいろと、海賊船入ってねえか、ここは。いろいろとこう噛み合えば、まあ経験点自体は入ってくるので、まあ荷積みの数をとにかく増やしておくのが大事かなっていうふうに思いますね。で、ここからあとはフリートに帰るだけですと。強。すげえな、タックめっちゃハマっとんな。船積み自体は、難しい感じに、あそこのブレインからなったんですけど、こう見てると、後から見直すと、タックはバチクソ来てますね。これとかも強。うん、もうこれはタック積んでってますね。強。結局スタミナがね、2人の恩恵結構でかいなというふうには思っていて、これもタック強。一気に上げて。いやー、いいですね。ルミナ強。ありがた。うん、これで帰る感じですね。ちょっともう一回だけ出航できたら完璧だったなって感じでしたけど、まあブレインで積んだところがね、もう本当に良くなかったっすね。あそこはもうパッと出るべきなんだろうな。いや、なかなか難しいですね。そのあたりはまた、こう、反省してね、次に活かせたらいいななんていう風に思ってます。まあそんな感じで、フリートの出航ターンは全部終わりましたというところでした。なので、まあ結構こう、悩ましいですよね。で、ここで 52,856 出てたので、あ、まあ意外とタックで取り返せたんだなっていうところで、まあこのまま継続していこうかなっていう感じになってます。バランスはまあ若干筋力が怪しくて変化球結構残ってんなって感じですけど、まあ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 、てかラミーの評価やばいね、これ。まあ当然ね、お正月とかも間に合ってないんで、しょうがないんですけど。で、サクッとで、いきたいと思います。はい。で、勝てましたと。次行きましょう。うん、ラミーがしっかり走ってくれてめっちゃありがたいと。3回目で、スタミナタック発生してるんで、まあ、これは発生した時にはしっかり踏んで、このスタミナタックボーナスをね、恩恵受けとく感じ。強っ。それは踏むわ、それは踏むわ、これは踏むわ。強いね。さすがにこの2人のダブルにオクタビアついてたら踏むわ。で、ラミーはデートちゃんと来てくれてめっちゃありがたかったですね。ジャストフィット入りました。で、一応これスタミナタック入ってるんですけど、もうスタミナの恩恵あと3なんで、まあそんなに頑張って踏む必要もないんじゃないのかなっていう風にはなってる感じですね。まあ、前回自体はもう取ってるんですけど、一応これ全経験点51入るんで、まあ割と大きいしっていうところで、で、7月4週の、手目との絡みは全部カットしてあります。結構こう、見てると長いんでね。はい、行きましょう。はい、が出ました。ということでね、ザクッと、試合の方も終わりまして、みなぎる活力もらって、エピローグがガンガン入ってきて、オビと新街道をもらって、勝ち運もらって、最終 57,581 ですね。で、全部振ってきまして、こんな感じでしたと。15段かな。で、62,30 で92ですね、合計。はい、ということで、ピリ7の真ん中ぐらいでした。もうちょっとで8伸ばせたっていうのと、まあ、やっぱブレインでつまずいたところがねっていう感じではありましたね。で、投手かなりガバガバなんで、入れ替えて、まあ、結構チームランクも伸びてきてくれました。
で、今これ後付けしてる段階で一応 U 字7までは乗ってるので、まだまだ伸ばしていけそうだなっていうふうには思ってます。で、まあ UF ランクぐらいまではね、こうささっとこう乗せていきたいなっていうふうに思っているので、まあ引き続き投資育成は頑張っていきたいかなというふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。